We'll be right back.
今回のおまけは、私がいつも背負っている。このリュックの、中身と、その収納方法を大公開したいと思います。まず中身は、ガソリン携行缶、カップ麺とお箸、コーラ、水、エアポンプ、ノコギリ、ロープ、ダイヤレバー。次に、収納方法です。まず、ガソリン携行缶をリュックの底に入れます。次に、段ボールで作ったこんなケースに、それぞれを収納し、ガソリン携行缶の上に入れます。段ボールケースは、リュックの内部を有効活用できるのでおすすめです。よろしければお試しあれ。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。